ばんは。なんかメガネ、なんかメガネも可愛いねって、ありがとうございます。どこのリップ？これはねえ、混ぜてるんですよね今。これよく聞かれんな、リップの色混ぜてるんですよ。リップは私このナーズのパワーマットリップピグメント2760、ナーズのパワーマットリップピグメント2760と、このもう日本から撤退したなんかどっかの海外のバターグロスとワセリンを混ぜてるんで、はい、ちょっとまあでも元の色はこれです。ちょあかんわ、すいません。もうそう、ジャパンからねなくなったから、もう残りこれだけなんですよ。めっちゃ気に入ってたのに。こんばんは。最近のしおりちゃん、いい女すぎる、ありがとうございます。押しちゃいませんか、じゃあその勢いで一押しにしちゃいませんか。ハベにするんじゃこれ、ほんでちょっとね、ハベにがね、アメリカからおはようございます、おはようございます、群馬群馬群馬。明日は何時起きなの？知りません。明日はまあライブなんですけど、知りません、何時起きかは。まだスケジュールが来てないので。あ、来たか、ちょっとわからん。お、来月お話し会初めて行きますね、やって、おわー嬉しい、待ってます、ありがとうちょっと乾燥してんなこんばんは。そういえば皆さん、この前のオンラインサイン会のサインが届いている方もいるみたいなのですが、どうでしょうか皆さん、どうでしょうか皆さん、サインはぼちぼち届いてますでしょうか。まだ、あ、まだの方もいるのか。なんか届いたよって方もさ、見かけたからさ、そう、参加してない。それはちょっと、なんで参加せんかったんでまた次いつかあったらぜひ、次はお願いします。じゃあ、まだか、じゃあまた皆さん届いたら教えてください。はい、あ、でもちょっとなんかさ、書いたことはさ恥ずかしいから載せんといてんな、写真は載せんといてんな、恥ずかしいから、あの文のそう、メッセージの部分の写真はちょっとSNS に載せないでください、恥ずかしいんで
届いたよっていうの見せたかったら、ぜひあの個人的にあのインスタの DM とかでね、まあ、返さないんですけど一応見てはいるんで、はい、ぜひあのそちらの方で個別で、はい、お願いします。サイン書いて何枚くらい書いたの？人によりますね、はい、1枚の方もいれば2枚の方もいました、はい。明日はついに午後展ですよ皆さん、イエーイ午後展。来てくださる方どこら辺に座るかとか知りたいかも。また教えてください。明日までに教えてくださると嬉しいな。一応さ、ほら知っときたいやん。もしあの座席のあの表のやつをのここだよっていうのあの、はい、送ってきてくださると嬉しいです。あ、仕事なのでアーカイブで見ます。そう、17ライブさんでも無料で、なんと無料でお得だ、大特価何やっけ、こんなん、なんかこんなんあるような、ネットショッピングで、ん、テレビショッピングで大特価ってなんなんやろ。まあいいや。そう、来られない方はね、17ライブでぜひいっぱい見てください。明日楽しみね。無料ってマジで強い。だってファンじゃない方ももしかしたら見てくださるってことやん。頑張ろう。あ、そう、アーカイブでも見れるみたいなんで、立ち位置的にあの序列はあのとてもあの下の方なんですけど、悲しいことに、はい、悔しいことに。けど結構ね、ここ点ってその序列がね、下の方の人でもなんか立ち位置結構美味しい部分があるんで、はい、今回は美味しい部分があるので、ぜひそこも皆さん見逃さないでください。会場に来られる方も、17ライブをご覧になってくださる方も、はい、まあ、17ライブでは映るかどうかは分からんけどさ、その美味しい部分が分からんけど、はい、美味しいところがちらほらあるんで、ぜひぜひぜひお願いします。昼夜どっちだっけ、しおり。私はお昼公演です。ちょっとなんで覚えてないの嘘です、ごめんなさい。お昼です。お昼公演に出演させていただきます、はい。まあでも私はお昼公演なんですけど、夜の方もあの、はい、実況をさせていただくので、まあ17ライブとはまた別のあれなんですけど、はい、実況もさせていただくので、夜は、どちらも見ていただけると嬉しいです。
そう、17ライブ意外とあの画質がとても良くてね、そうそう、ミルさんのソロライブの時からびっくりした。頑張ってくださいって、ありがとうございます、頑張ります。あーユニットかな、ほんまに私、まあいいや、ユニットな。デッドボディどの人ですかって、そんなん言う、デッドボディする人ですか、そうですね、やっぱ秘密です。何パーってもうそれジッパーやと思ってコメントしてるじゃないですか。何パー、私がジッパーしたら皆さん嬉しいですか？見たい？見たい見たい、嬉しいって。そうなんや、私ねジッパーやったことないからな、もう6年目にしてまだジッパーは一回もやったことないですね。ないなあジッパー。まあでもあんま別にやりたくはないから、まあ別にいいかなでももしかしたらあの明日の配信で私の人生初ジッパーが見えるかもしれないんで、はい、そこはまあ期待しといてください。やりたくもないって、そう結構ねあれ露出が高いので衣装、そう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 、ちょっとあれ着れないよねっていう私けどそう、もしかしたら明日見れるかもしれないんで、はい、そこは、まあ、ドキドキしながら待っててくださると嬉しいですね。こんなん言うてで、あのさ、違うユニットなんよね、多分。そうそうそう楽しいね、自分だけ知ってるから、今見てる方は誰も知らないからなんでしょうね。夜に公演実況ってどこでするん？何でするん？また私のツイッターとか多分 NMB の公式ツイッターとかでもいろいろ書かれると思うんで、そちらから、はい、また見ていただけると嬉しいです。お知らせするんでまたツイッターへばりついておいてください、はい、お、明日久しぶりにしおりちゃんを見に大阪に行きます、嬉しい、待ってるね。何喋ろうとしたか忘れた、何っけな、何喋ろうとしたっけ。新選組の配信とかは見ました。あでもお昼は全部見れたんですけど、夜はちょっと練習してて見れなくて、そうそうそう、そう見たかった、そう夜もね全部ちゃんとへばりついて見たかったんですけど、その明日の公演もしなきゃなんで、はい、後ろの方だけどしおりちゃんなら見つけてくれるはずと思ってうちを振ります、お願いします。ぜひ座る場所
分かってたらぜひ後で教えていただけると嬉しいです。そうでさ、お昼公演見ながらね、こうやってちっちゃいメモ帳があるんですけど、ここにさ、お昼公演見ながらなメモしてたの。後でなんか伝えたいなって思って、そう伝えたいなって思ってそうメンバーに、ここのここ良かったよとか、そうメモしたんですけど、今のところ誰にも言ってないです。まあ、あったんだけどね、そう今日何人かあったんだけど伝えなかった。で多分このまま私このまま忘れ去る、これを多分。でもなんか昼夜見てますます明日のココ天頑張ろうと思いましたよ。負けてられないぜって感じで、はい、すごい暑かった、暑かった。皆さん 見ました？今日のライブ。まあ言わんとか言って多分言うんですけどね、私。